届きました。DD タープです。で、これね、5×5、5m×5m、一番大きいタイプになります。これも、ソロでは使えないサイズですね。これもかなり大きいです。で、あとね、ロープがタフグリッド。最近ね、人気があると思うんですが、タフグリッドの、ブラックの100フィート。これね、適当な長さに切ってね、使おうと思ってます。ついでにね、カラビナを買いました。セットしか来なかったんですね。で、さっき電話したらね、すぐ送りますということで、まあね、明日ね届くと思うんですが、まあ、とりあえずねこの DD タップね、5x5、これね、やっぱりこういうこうロープを通すとかね、引っ掛けるとたくさんついてるんですよね。やっぱ大きいだけ。色がね、これはオリーブグリーンですね。DD タープの基本カラーだと思います。DD タープは、オリーブグリーンとコヨーテとカモだったかな、マルチカモがねあったと思うんですが、このね 5m×5m のやつはオリーブグリーンかマルチカモ。私ね、これ家のね裏の駐車場に貼ろうと思ってるんで、オリーブグリーンにしました。マルチカモね、街の中でマルチカモやるとね結構目立つんですよね。でこっちのね、オーソドックスなオリーブグリーンね、貼ろうと思います。これでね、日よけをね貼りたいんですよ。暑いんですよ、とにかく。南向きの駐車場なんでね、昼間はね、特にこれからね夏に向かって、とっても暑くなります。椅子出して座ってることがねできないですね。で、私コールマンのねパーティーシェード360っていうのを持ってるんですが、2つあるんですよ。で、2つで連結部があって、3.6m×7.2m つなぐとね、なるんですが、ね、設営がね、すっごい大変で、一人じゃできないんですね。大人2人いるとね、大丈夫なんですが、大人1人じゃね、ちょっと設営できないし、どっかね、あれ持ってって、みんなでワイワイガヤガヤ、2、3日泊まるっていうんだったらね、いいんですが、でね、パッと広げてパッとしまいたいときはね、あれを出してっていうのはちょっとやりたくないんですね。ということで、タープね、とにかくね、でかいタープをね、探してたんですよ。でね、ようやくこの DD タープ 5m×5m、ね、見つけたんで、これをね貼ってみたいと思います。うまくね貼れるといいですね。貼ってみました。メインラインが3本、10m で、サブのねラインが5m を、あ、もう使ってない、1、2、3、4、5、6、7本、かなりね、やっぱ大きいですね。こうやって広げてね、使ってますんで、かなり大きいですね。こういう風にね、貼りたかったんですよ。で、午前中
ね、まだね、暑くなくていいんですけど、午後の日差しがね、非常に厳しいので、それはね、午後になるとちょうど影になりますね。ということで、上から見た感じです。5メーター、5メーターですね。中の空間がこんな感じです。めっちゃくちゃ広いです。もう当然ね、天井高も高いですね。で、一番高いとこで何メーターぐらいあるのかな。多分ね、5メーターぐらいありますね。そして一番こう低いとこね、低いとこでだいたい 1.8 メーターかな、ぐらいかな。ロープはね、タフグリッドです。結びはね、自在結びと、もやいね、2種類でできてます。こういう、ブロックね、藍のついたブロック、これ1個20キロあるんですが、これね、挟んでね、動かない。これでね、十分止まってますね。動かないです。で、2箇所だけね、ラインでね、横を止めました。バタつくんで。あとはね、いいですね、これ。反対側もね、こんな感じ。箇所で、いつもの、ね、巻き割り台があって、ここでね、止まってます。ということで、5x5 めっちゃいいです。大人数用としてはね、最高なんじゃないですかね。今ね、10時40分ぐらいですね。朝の10時40分。もうね、今日天気なんで、すごいいっぱいお日様がね、気持ちいいですけども、長くいれないですよね。暑いっす。で、このね、日陰に入るとね、ものすごく気持ちいいんですよね。全然違う、この差ね、椅子に座ってね、日陰でね、のんびりしてるのが一番いいですよね。気持ちいい。風もあるしね、いいんですよね。風揺らめてるの分かりますかね。こういう張り方して良かったなと思うのは、風の抜けがね、結構うまくいきましたね。あとね、水がたまにくい、ね、傾斜してますから、ちょっとね、上からね、水、朝撒いてみたんですよ。さ、水たまるかなと思ったんですけど、ね、とりあえずたまらなかったんで、まあ、これでね、少々の雨だったらね、大丈夫かなと思います。
ちいいです。最高。ローテーブルはね、ユニフレームの焚き火テーブルね。1個です。間に挟まってんのが、コールマンのね、なんつう名前だったかな、忘れちゃいました。あのね、全部ね、ステンレスですね。上が、トップが、テーブルトップがステンレス。熱いもの置けるんですよね。なんかいいですね。必要に応じてね、この高さ、ね、違うものがあるんで、使い分けてます。で、まあね、椅子、ね、椅子、コールマンの椅子ですけど、高さ的にはね、やっぱこのね、ユニフレの焚き火テーブルがね、ちょうどいいんですよね。しまい込みはね、結構大きいですね。大きいと思います。うちはだしっぱなしなんでね。そんなにあれですけど、気にもなりませんが、ね。持ち運びの時はね、このテーブルの形そのままの大きさになりますんでね。足は引っ込みますけどね。薄いといえば薄いんですが、大きいといえば大きいかなと思います。ただね、いろいろテーブルありますけど、これがね、一番使いやすいですね。あとね、ローテーブルは、外のローテーブルのあれがいいです。さっと開いて、さっと閉まるやつ。どうだったかな。名前忘れちゃいました。それもね、2個あるんで、とりあえずどっかね、軽く外を出かけるときはね、それでもいいかなと思ってます。こないだね、設置したあの薪棚なんですが、これもね、すごいっすよね。今日はね、お天気なんで、こう前のねジッパー開けて、フラップ開けてね、乾燥安心感がありますね。これだけ薪があるとね、少々使ったぐらいじゃなくなりませんからね。いつでも、ね、焚き火できます。今年もね、いっぱい生えてるんですよね。と何の多分なのかね、分かんなくなっちゃったんですよね。いろんな種類、21種類ぐらい植えてたんですけど、最終的にね、生き残ったのがこれぐらいですね。あとね、いつもこれ鶏ももに挟んでね、焼くやつ、これ挟むとね、うまいです。今音楽流してたんですけども、著作権でね、 YouTube 引っかかっちゃうんで止めました。ボーズの、ね、サウンドリクメントすごいですね。 Bluetooth でね、 iPhone からつながりますからね、いい音になるんですよね。で、今ね1時ぐらいなんですが、どうですか。完璧なサンシェード、ね、パーフェクトですね。これをやりたかったんですよね。日差しがこれですから、日陰、膨大なね、広い日陰、全然違いますからね。でね、今日はね、お昼ね、そうめんね、夏はね、夏じゃないですね、まだ初夏ですね、暑いんでね、そうめん、それとね、タンドリーチキンとね、野菜焼きました。薬味はね、もうネギとね、生姜、こんな感じ。ね、今日はね、車乗りませんのでね、トップバリューの麦の恵み、国内製造ですね。トップバ
バリューブランドいいですよね。いっぱいあります。ということで、これからね、昼いただいていきたいと思います。そうめんとタンドリーチキンです。いただきます。夕食なんですけども、オイルランプをつけました。ちょっとね、雰囲気がいいんでね。ということで、今日はね、ハンバーグです。ハンバーグということで、このタープの下でね、みんなでご飯をいただきたいと思います。じゃあ、せーの、3、はい、いただきます。ということで、またお願いします。またお願いします。あー。